こんにちは、マさです。先週、鬼怒川温泉行ったんですけど、ご覧のように、自然が豊かで、しかも温泉もあって最高でした。しかし、気になったことがありまして、一つは、街全体に活気がないことです。もう一個は、ホテルの廃墟が複数あることです。正面に見えてるホテルも廃墟なんです。 遠くから見ると綺麗に見えるんですけど、近くに行ってみるとボロボロです。もうね、こうなってしまうと解体するしかないわけですけど、莫大なお金がかかるわけです。多分数億円かかるでしょうね。崖の近くに立ってますから、解体するって言ったって大変ですよ。最終的には税金で 解体すするんじゃなないいかなと思います実はこれだけではないんですよ。近くにこんな廃墟もあるんです。3つのホテルが連続して廃墟になってるんです。100メートルぐらいずっと廃墟なんです。多分廃墟になってから2、30年は経ってるんじゃないかなと思います。さっきも言ったように、解体費が すすごくかかかりますからだから放置されてるんでしょうねじゃあこれも税金で解体できるかって言ったら全部は難しいですよね10億円ぐらいいっちゃいますよ全部でしかしいつか解体しないと多分人が死にます一見すると建物が小さく見えるんですけど裏から見るとこんなに大きいんです 一見すると普通に見えるんですけど、拡大するとガラスがボロボロになってます。これが降ってきたら怖いですよね。目の前が道路ですから、車も走っているし、人も歩いてます。本当危険だと思います。もう一個の懸念点は、冒頭で言ったように、街全体に活気がないことです。月曜日に行ったんで、 そのせいかもしれませんけど、とにかく人がいなかったです。観光客がちらほら歩いてるぐらいです。ちょっと寂しいなっていう印象ですね。やっぱり人口が減少しているっていうのもあるでしょうね。最近では年間80万人が減ってますから、今後はもっと減っていきます。ここ2、3年で 日本人がものすごい勢いで死んでるんですけど、日本政府はその原因を調査しないんです。そして少子化対策も適当です。これじゃあこうなりますよね。では以上です。ご視聴ありがとうございました。